はい、タンタンです。ヴィンテージのギブソン入会いたしました。LG1 ですね。コンパクトギターのギブソンの、こちらが63年のものだと思われます。こちらの、3バーストのモデルになります。LG1 ですね。ラダーブレーシングのガランとしたサウンドが特徴の一本になってます。ヴィンテージの中でも、近年こうね、高騰気味の、ギターでございますけれども、非常に状態よく入会いたしました。かなりオリジナリティも高くって、ブリッジはもともとのプラスチックからローズに変わっておりまして、それに伴ってサドルも変わっておりますけれども、それ以外はかなりオリジナリティの高いものに個体になっております。で、トップの状態ですね。ここの2箇所、サウンドホール周りに2箇所割れが過去にあって、割れ止めでこう修理してあるような現状になっておりますけれども、その他、ウェザーチェックはあるものの、本当に割れも大きなダメージは少なくって、非常に状態はいいモデルで、まあ、個体でございます。こんな感じですね。で、フレットもオリジナルと思われますけれども、まあ、もともとのダンビロの、フレットでかなりへりはありますけれども、まあ、半分から6分山ぐらいの今の現状になっております。とってもコンディションはいいと思います。ピックガードも薄ガードの、もので、かっこいいですね。オリジナルだと思います。そんな感じでちょっとまあ弾いてみましょう。とんでもなくこうヴィンテージのサウンド、ガランとしたね、カラッカラのサウンドが、この個体の魅力かなと思います。63年ぐらいの、ネックのグリップも薄、いい感じのグリップですね。レギュラーグリップか、レギュラーグリップになってますので、かなり聞きやすいかなと思います。状態はとってもいいと思いますので、ぜひぜひお早めに、ご検討いただければなと思っております。そんな感じで、こちら、ギブソンの LG1 63年製の個体でございます。お問い合わせお待ちしております。タンタンでした。